エネルギー運搬船受注で日中間の仁義なき戦い。中東市場で韓国中国に押されるも逆転の果てとなる日本の技術とは。中東諸国は現在天然ガス産業の発展に力を注いでおり、特に液化天然ガス LA の生産と輸出を強化しています。カタールは LNG の生産能力を大幅に拡大する計画を進めており、アラブ首長国連邦オマーンも新たな LNG プロジェクトに着手しています。それに伴い LNG 輸出のために必要な LNG 運搬船の調達も活発に行われています。世界の造船業界と中東のエネルギー輸送船需要。世界の造船業界では日本、韓国、中国が主導的な役割を果たしており、この3カ国が新造船竣工量の 90% 以上を占めています。中東諸国が LNG プロジェクトを拡大する中で、これらのエネルギー運搬船の受注をめぐる競争が激化しています。カタールの LNG 拡張計画。カタールは2017年からノースフィールド NF ガス田の拡張プロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトにより、LNG の燃産能力が大幅に増加する予定です。まず、第1段階の NF イースト事業により、2026年頃には現在の7700万トンから1億1000万トンに増加します。続いて第2段階の NF サウス事業では2028年頃に1億2600万トンまで増える予定です。さらに第3段階の NF ウエスト事業が2024年2月に発表され、2030年までに1億4200万トンに達する計画で、これは現在の生産量に比べて84% の増加となります。UAE とオマーンの LNG プロジェクト。UAE でも LNG 事業が進展しています。2024年6月、アブダビ首長国のルワイス LNG 事業が最終都市決定 FID を受け、28年までに960万トンの燃産能力を持つ LNG 生産施設がルワイス工業都市に新設されることが決まりました。これにより UAE の LNG 燃産能力は現在の2倍以上となり、最大1560万トンに達する見込みです。オマーンも同様に LNG 増産計画を始動しました。2024年7月にはナムシャルキーヤ県カルハートにおいて年間380万トンの LNG 生産能力を持つ液化設備が2029年までに追加される予定です。これによりオマーンの LNG 燃産能力は1520万トンに引き上げられます。カルハートの地理的優位性によりホルムズ海峡が封鎖された場合でもインド洋側から LNG を輸出することが可能となります。サウジアラビアの LNG への関心。 LNG 事業を行っていないサウジアラビアも将来的な事業展開を視野に入れています。2024年6月、サウジアラビアは米国テキサス州の LNG プロジェクトに参入する意向を表明しました。このプロジェクトに参加することで、LNG 生産施設の低速化に向けた先端技術を学びつつ、米国産 LNG のトレーディングによって、新たな収益源を確保することを目指しています。以上のように中東諸国は LNG 産業の発展に向けて、積極的に取り組んでおり、これらの動きが今後のエネルギー市場に与える影響は大きいと考えられます。中東諸国が LNG プロジェクトを推進する背景には、脱炭素の流れの中で天然ガスの需要が増加するとの見通しがあります。欧州諸国は2015年に開催された第21回国連気候変動枠組条約クリア国会議パリ協定を採択し、脱炭素政策を主導してきました。しかし2022年に勃発したウクライナ戦争により、ロシア産の石燃料からの脱却というエネルギー面での課題に直面しました。このため2022年に開催された COP27 では、二酸化炭素の排出が相対的に少ない天然ガスが低排出エネルギーとして活用されることが認められました。これにより天然ガスは石油や石炭とは異なり、再生可能エネルギーへの移行期間中の橋渡し燃料として重要な役割を果たすことになりました。
したがって、脱炭素に向かう動きの中でも、全ガスの輸出は中東諸国にとって引き続き重要な財政収入源となるでしょう。韓国と中国の存在感が高まる新造 LNG 運搬船、LNG 事業の拡大に伴い、LNG 運搬船の需要も増加しています。日本造船工業会の資料によると、2007年から2023年の間に、LNG 運搬船の隻数は221隻から797隻へと増加しました。また世界の海上稼働量でも LNG の輸送量は2007年の1億7100万トンから2023年には推定4億1100万トンに増加し、2025年には4億5000万トンに達すると予想されています。中東諸国は LNG 生産量の増加計画と並行して新たな LNG 運搬船の調達も進めています。カタールエナジー社は2020年に中国企業と30億ドル以上、韓国の3つの企業と総額192億ドルのスロット契約を締結しました。スロット契約とは、造船所で船舶が建造される場所であるドックを嫁確保するための契約です。その後、カタールエナジー社は在来型 LNG 船、積載可能量 17.4 万立方メートルの長期定期用船契約を11社と締結し、スロット契約に基づいて全ての LNG 船の建造を韓国の3社と中国の1社に発注しました。さらに2024年4月には中国船区 CSSC と世界最大級の LNG 船積載量 27.1 万メートル18隻の造船契約同額60億ドルも締結しました。この契約により CSSC の子会社である高等中華造船が在来型の12隻に加え最大船型の18隻も建造することになりました。続いてアブダビ国営石油会社エイロフも2024年7月に韓国のサムスン重工業及びハンファオーシャンと LNG 輸送船8対10隻の兼契約総額25億ドルを締結しました。このように新造 LNG 運搬船の調達において韓国企業の受注が目立ち、カタール及び UAE から発注された在来型の大部分、最大114隻のうち102隻が韓国企業によって建造されることになっている。一方、最大数年型の建造に関しては、中国企業が選定されています。世界の造船業界における変遷と現状、20世紀半ば、日本は世界一の造船国としてその名を課せていました。しかし、1990年代後半からは韓国が、そして2000年代に入ると中国が急速に建造量を増やし、世界の造船業界においてその存在感を示すようになりました。その結果、日本の造船シェアは次第に減少し、2023年にはわずか 15.3% にまで落ち込みました。うな状況の背景には、韓国や中国が日本に対して造船能力で優位に立っていることが挙げられます。LNG 運搬船市場における韓国中国の台頭、特に韓国と中国は近年の中東諸国における LNG 液化天ガス計画に積極的に対応し、自国の LNG 運搬船の生産能力や技術力をカタールや UAE に対してアピールしてきました。この結果、両国は重要な造船契約を次々と受注することに成功しています。これに対して日本の企業は受注競争で後れを取っており、造船業界における競争力の低下が懸念されています。カタールと UAE の戦略的パートナーシップ、カタールや UAE が韓国や中国と造船契約を結ぶ背景には、単なる経済的な利益の追求だけでなく、これらの国々を自国の LNG 産業に中長期的に関与させる戦略があります。特にカタールは韓国と中国に対して大規模な LNG 運搬船の発注を行うことで、これらの国々との経済的なつながりを強化し、自国の市場シェアの維持と拡大を目指しています。次世代エネルギー運搬船の受注動向、今後の注目点は次世代エネルギー運搬船の受注状況です。中東諸国は LNG 運搬船に続き低炭素エネルギー運搬船の確保にも力を入れて、2024年7月、エディノクの子会社であるエディノクロジスティクスサービス社は、中国企業であるマンカ加工との合弁会社 AW シッピングを通じて、江南造船と総額約
19億ドルの造船契約を締結しました。この契約により、湖南造船は ADN オクシ向けに最大船型、積載可能量 9.3 万メル3のエタン運搬船9隻と、同じく最大船型のアンモニア運搬船2艘4隻を建造する計画。日本の技術力と今後の展望、ADN が LNG 運搬船の発注先として韓国企業を選んだ一方で、低炭素エネルギー運搬船については中国企業を選択しました。UAE とカタールが韓国と中国の双方に造船契約を分散させる動きは、これらの国々との経済的戦略的な関係を強化する意図があると考えられます。 UAE のムハンマド大統領が2024年5月に韓国と中国をそれぞれ国賓訪問したことは、この意図を象徴する出来事と言えるでしょう。しかし、日本企業にもチャンスは残されています。筆者が現地での調査を通じて確認したところ、ADN から日本企業にも、次世代エネルギー運搬船の建造について検討要請があったことが判明しました。最終的に中国企業が受注したものの、技術的に発展途上にある次世代エネルギー運搬船の分野で、日本企業が競争力を発揮し、今後の受注拡大を目指す可能性は十分にあります。特に、クリーンエネルギーとして注目される水素の輸送技術においては、日本が韓国や中国を上回る技術力を持っています。実際、世界で初めて液化水素運搬船を開発建造したのは日本の川崎重工業であり、同社の水素運搬船水素フロンティアは2022年2月に日本とオーストラリア間で世界初の海上輸送に成功しました。水素運搬船の実用化を推進する動きとして、川崎汽船、商船バズイ、日本郵船の三大海海運会社は2023年9月に日本水素エネルギー、川崎重工業と岩海産業が共同出資の子会社 JSE オーシャンと協力する方針を発表しました。これにより水素運搬船の効率的な運航と水素の海上輸送網の整備に向けた取り組みが強化される見通しです。このような動きの中、UAE アラブ首長国連邦が水素運船の調達を本格的に進める可能性が浮上しています。UAE の国家水素戦略2050では、水素の年間生産量が2031年には140万トン、グリーン水素100万トン、ブルー水素40万トン、2040年には、750万トン、そして2050年には1500万トンに増加する計画が掲げられています。UAE は国内需要を満たすだけでなく、水素を新たな収益源として輸出することを目指しており、そのために必要となる水素運搬船の確保が急務とされています。水素事業における工期、川崎重工業はこれまでに UAE の国営石油会社 ADN との関係強化に努めてきました。2023年4月には両社が国際的な液化水素供給網の構築に関する戦略的協力協定を締結しており、同年8月には川崎重工業が開発した水素運搬船水素フロンティアがアブダビのザイード港に入港し、見学会が実施されました。日本政府としても川崎重工業と ADN の協力関係を生かして、UAE における日本のプレゼンスをさらに強化するために重点的な支援を行うことが重要です。現在の水素事業はコストが高く、普及には時間を要する状況にあります。しかし UAE はこれまでにも中東諸国に先駆けて太陽光や原子力といったクリーンエネルギーの導入を進めてきました。また2023年には OPEC8 の議長国を務め、世界の脱炭素政策をリードする役割を担っています。これらの要素を踏まえると、 UAE が豊富な資金力を背景に水素運搬船の実用化が進んだ際には、他国に先駆けて造船契約を締結し、水素輸出を目指す可能性が高いと考えられます。日本にとって UAE との水素協力は、水素運搬船の導入実績を積み重ねる絶好の機会となります。過去において韓国が政府主導のビジネス活動や大統領によるトップセールス外交を通じて、2009年に UAE の原子力発電所建設契約を受注し、
同国における初の原発輸出を実現したことがありました。その後、韓国は UAE での成功をもとに、2004年7月には、チェコの原発増設事業で優先交渉権を獲得するに至りました。中東における新造 LNG 運搬船の造船契約が韓国や中国に集中し、これらの国々が中東地域で存在感を増している状況下で、日本も企業単独ではなく、官民一体となって経済外交をさらに展開し、次世代エネルギー運搬船の販路確保に向けた努力を強化する必要があります。